お、なになに？ストーリーが進行しました。ろくな話が聞けなかった。それ進行してる？ほい、ということで今回はこのバカサスペンスというアプリをやっていきたいと思います。はい、スタート。サスペンスなのにバカっていうのが気になるよね。置き去りのダークマター、中二病みたいだな。暗黒物質。あらすじ、サークルメンバーと楽しく飲んでいたその日、事件は起こった。はい、ケース1、置き去りのダークマターの事件に向かいますか。はい、向かいます。バカサス置き去りのダークマター、かっけえな。ふんふん、ふう、お、俺の名前はアホだ。名前からしてどこにでもいる普通の大学生で、男女7人のサークルに所属しているんだ。そんな俺が何のサークルに入ってるかっていうと、ジュルルル、う、お腹痛いからまた今度紹介するよ。そういう、おっと、それより大事なことを忘れていた。ん？これから遊ぶ君に一つ聞きたいことがある。君はタケノコ派？キノコ派？え、断然タケノコ派。ごめん、ちょっと聞こえなかった。君はタケノコ派？キノコ派？聞こえろや。え、聞こえろや。どういうこと？なるほどね。キノコ派じゃないと進ませてもくれないわけだ。絶対キノコ派にしてあげるわ。じゃあ。マジで？よかった。俺も実はキノコ派なんだ。なんでそれは聞こえるんだ。それじゃあ話を戻すよ。今日はそのサークルメンバーのうち5人が集まって、俺の家で飲み会をしてるってわけ。でもちょっと今、俺お腹痛いんだよな。わかる？聞いたよ。アホだ、顔色悪いけど大丈夫か？ああ、ちょっとお腹痛くって。アホだっていうのはあれよね、名字よね多分。ギュルルル、うー、もう限界だ、トイレに行こう。アホだ、トイレどこ？ってさくらもトイレか。さくら、トイレなら廊下に出て右だ。オッケー。く、さくらが戻るまでの我慢。え、キャー、どうした？今のはトイレの方からだ。何？誰かが流してない？そういう、そういう、ま、確かに事件だけど、現実であったら確かに事件だけど。おい、誰だよこれ。置き去りのダークマター、それ。暗黒物質、それですか。はは、どうしたんだ赤木って聞かなきゃよかった。こいつはしょうもないことしか言わないんだ。分かったのさ、この事件の犯人がね。ほらね。いや、いいよ、俺トイレ使いたいし。ここは少々匂う。さあ、部屋に戻ろう。流せや。匂いが強すぎて俺たちは扉を閉めて戻った。流せって、こもらすなって。さーて、トイレを流し忘れた犯人は？この話続くのか。俺の腹が持たないよ。トイレの犯人だと誰でもいいじゃん。そうだ、こんな話はやめてくれ。アホだ、腹痛なんだ。何度もトイレを往復していれば忘れることもあるよ。もう勝手にアホだくんのせいにされてる。え、俺が流し忘れたってことか？いやいや、違うよ。アホだ、最低。さくら、見ちゃダメよ。ふーん、匂おうと思ったのさ。冗談じゃない。女子の前で犯人にされるなんて絶対ごめんだ。トイレ事件の犯人は君だ、アホだくん。一体誰だ、俺に犯行をなすりつけているクソ野郎は。何をうまいこと言ってるんだ。いいじゃないか、もう行けよトイレ。こうなったら真犯人を見つけ出すしかない。ギュルルル、う、それもできるだけ早くだ。捜査開始、犯人の手がかりをつかめ。まずはみんなに話を聞いてみようかな。なるほどね、このゲームはあれなのか、殺人事件とかではないのか。じゃあ話を聞いていこうか。ストップ。え、けがらわしい、それ以上近づかないでくれる？若葉、口うるさい女子で桜が大好き、俺への態度が冷たい。小学生みたいないじめやめろよ。桜をあんな目に遭わせた男とは距離を取るべきだと思ってね。バイキン扱いってわけか。あ、なんかこの何、ターゲットみたいな、なんかこれ照準みたいなのがあるところが調べられるところってことかな。もうとりあえず聞き込みからやっていこう。最悪。さくら、あれは俺じゃないんだよ。分かってあげて。言い訳なんか聞きたくなーい。さくら、マイペースで人に無頓着。顔は可愛い。バナナにはまっている。顔可愛いのか、ちょっとよくわからないけど。
ブサイクだとは思ってないけど。アホだくん、そんな神器臭い顔しないで楽しく飲もうじゃないか。こんなことされた後に犯人が見つかれば楽しく飲めるんだかな。まあその犯人がちょっと楽しく飲めないかもしれないけど、こいつじゃね犯人。結びつけてるだけじゃね。まだ自分が犯人だと認めないつもりかい。当たり前だろ。まあせいぜい頑張ったらいいんじゃないかい。ムカつくこいつ。赤城自称イケメンホスト、バイトのくせにムカつく男だ。ホストのバイトってこと？そういうこと？こっち側には調べられる場所は、あ、まだ右側が行けるのか。あ、そっか、この人がおったね。なんだか大事件になってしまったね、アホだ。ニコニコしやがって、お前楽しいんじゃないか？そんなことないよ。犯人がちゃんと分かった方が、みんなスッキリするんじゃないかって思ってるんだ。ヒカル、いつも笑顔で不気味だし、なんか絡みづらい。このサークルの部長だ。お、なになに？ストーリーが進行しました。ろくな話が聞けなかった。それ進行してる？何も進んでないよ。で、調べられる場所は、捨て忘れたゴミ袋だ。中には俺の大好きなキノコの村の、キノコの村？キノコの村の空箱ばかり入っている。キノコ派、タケノコ派、そこね。誰か捨てに行ってくれないかな？自分で捨てろ。そんなんだから疑われるんじゃない？部屋汚いから。はい、そしてカーテン長くない？左右の長さが違うカーテンだ。買ってから気がついたんだよな。え、同じものを2セット買ったら大丈夫なんじゃない？なんで別々で買った？見ろよちゃんと。そして大学に入った時にも買ったテレビだ。リモコンどこに置いたっけな。全体的に無頓着なんだな。そりゃ疑われるよ。こんなところにトイレットペーパー？扉の向こうに続いてるみたいだ。行ってみるか。なぜトイレットペーパー？ま、現場を調べるのは当然だな。部屋のすぐ横？うわ、くそ。近づいただけでこの匂い、強烈すぎて開けられないな。いや、流せよ。みんなに相談してみるか。何の相談？ストーリーが進行しました。トイレが臭くて調べられなかった。進行してないって。だから進行してないって何？何がどう進行してるのわからないよ。みんなに相談してみる。どう相談するの？男にやった方がいい？なあ、赤木、トイレが臭くて調べられないんだ。どうすればいいかな？いい方法があるのさ。お、どうすればいいんだ？君が匂いを全部吸い込めばいいんじゃないのかい？他を当たろう。アホっぽい答えだな。なあ、ヒカル、トイレが臭くて調べられないんだ。どうすればいいかな？そうだな。捜査中、アホだがずっと息を止めてればいいんじゃないかな。え、どれぐらい？ざっと1時間ぐらいかな。死ぬわ。てか、口で息すればいいんじゃない？流すっていうことが思いつかないんだったら。なあ、さくら、トイレが臭くて調べられないんだ。どうすればいいかな？早く流してよ。いや、それよね。俺じゃないのになんで。いや、流すぐらい流せ。あ、あそこに置いてあるバナナ、一本もらうね。この状況で食うのか。確かに、確かにそれは思うけど。これね、バナナ。なあ、若葉、トイレが臭くて調べられないんだ。どうすればいいかな？いくらあんたのお部屋でも、換気扇くらいついてるでしょ？天才。それほどでもないわ。確かにそれほどでもないけど。ま、現場を調べるのは当然なら、お、ここが、換気扇をつけろと。これが換気扇のスイッチだな。ポチッとな。てか、なんでトイレ換気扇つけずにやってんの？換気扇つけるよね。え、つけてるよね。日常からつけてないの？うちだけ？勝ち。ブオー。よし、これでトイレに入れるぞ。ストーリーが進行しました。現場解放。調べられるようになった。現場解放じゃねえわ。お、バナナの皮。バナナの皮？危うく滑って便器に顔を突っ込むところだったな。捨てておこう。どんな勢いで入っていこうとしたん？バナナの皮。誰かが食べたバナナの皮。俺のおやつだったのに。いや、まだテーブルの上いっぱいあったよ。いいじゃん。お？ん？なんだあれ？これ！名刺！君と一緒に今宵を過ごしたいのさ。今宵ぐらい全部漢字で書けよ。読みにくいわ。あいつの顔がうっすら映ってるけど。名前が違うよな。
ピカピカした名刺、トイレで拾った誰かの名刺、ほとんど読めない。え、これあれやろ、ホストの名刺でしょ、源氏名じゃない。ここからトイレットペーパーが伸びていたのか、知らなくね、どういう使い方、一体誰の仕業なんだ、無駄遣いしやがって。いやもう犯人分かったよね。近所のスーパーで特売だった8ロールシングル170円、めっちゃ安い。え、安くない、やば、安いんかな、安いよね、安いよね。おそらく犯人はトイレに座ってことを済ませたはずだ、まあ、トイレだからね。犯行を再現するためにも一度トイレに座ってみるか、そのまま用を足せばいいと思うよ、お腹痛いんだよね。犯人の気持ちがわかるかと思ったけど、そんなことはなかったな。それにしてももう5月か、座らないと気づかなかったな。あれ、そういえば俺カレンダーめくったっけ。お、てれれー、アホだわ、カレンダーを手に入れた。そこ高騰、ポケットに丸めて入れておこう。破られたカレンダー、新聞のおまけ、誰かに破られている。新聞のおまけでカレンダーついてくる、へえ、そうなんや、なるほどね。もうこれ操作終了してんの。今回の現場のトイレだ、もちろん中の証拠はそのままにしてある。マジで流してないの、流せよ。ってことは蓋の上に座ったってこと。へへ、事件の匂いがするぜ。事件の匂いじゃないと思うけどね、汚物の匂いだと思うけど。ちょ待って、とりあえずさ、何これ、突きつけるとかできんの。なんか鏡が調べれるようになっとる。大学デビューで買った姿見だ、近くに立ってる赤木が映っている。ん、赤木の後ろに何かがヒラヒラしている。何をしているんだい。え、何何何何、お前何か気になったことはないか。あるよ、僕に感謝してほしいね。君、カレンダーが先月のままだったよ。そうそう、忘れてたんだよな。ということは、僕はジェントルマンだからね、カレンダーをめくっておいてあげたのさ。入っとるやん、こいつ、こいつやん、犯人。やっぱり今の発言重要なんじゃないのか。重要だったね、待って、ログを開いたの私。重要だ、今の発言覚えたからな。証言を記録しました。お、今覚えた証言、アホだは2つまでしか覚えられません。アホか。新しく覚えたい場合はすでに覚えた証言を消すことになります。ほうほう、一体誰の証言が重要なのか、みんなの証言を聞き比べて考えてみよう。証言は情報からも整理できます。え、もうすでにあいつが犯人って分かっとるやん。もういいよ、指摘する。操作終了でしょこれ。あれ、何これ、なんか吹き出しが黄色くなっとる。もしかしてあんたわざと流し忘れたんじゃないの。どうしてそう思ったんだ。あの通り、さくら可愛いわね。さくらの驚く反応を見て楽しむために流さなかったんじゃないの。まったくイカれてるわ。私的に若葉ちゃんの方が可愛いんやけど。そんなことはないの。いやいや、お前の方がイカれてるよ。余談だけど、俺が腹を下し壊したのは若葉が提案した下剤ロシアンルーレットのせいなんだ。ここが仕込んでるじゃねえか。アホだはイカれた性癖を持っている、それが犯行動機よ、このケダモノ。どうやったらそういう考え方になるの。今の発言重要なんじゃないのか。何にも重要じゃねえわ。まあいいや。そして、そういえばさくらはトイレに行ってすぐ叫んだよな。お前トイレしてないんじゃないのか。それするわけないよね。アホだ、そういうのセクハラって若葉が言ってたよ。え、ごめん。まあいいけど、バナナの皮を捨てに行ってただけだし、バナナの皮をトイレに捨てるな。この部屋がどこもゴミ箱に見えてしまうさくらの気持ちもわかるわ。いやいや、ゴミ箱に捨ててくれよ。っていうかさくらを止めろよ。若葉のやつ、さくらんだけは甘いんだよな。私は若葉ちゃん派だね。この黄色い発言の人はなんか重要ってことなのかな。でも重要じゃなかったよね、さっきの若葉ちゃん。お前何か気になったことはないか。あ、そうそう、何かあるのか。うん、トイレットペーパーのことだけど、あんなに無駄遣いして髪が少なくなっていたね。今の発言重要なんじゃないのか。重要かな。二つまでやけん、これは覚えれるよね。今の発言覚えたからな。証言を記録しました。さあ、これで捜査終了でいいんかな。証拠も揃ってきたし、俺のあだ名が
うになってしまう前にあいつらを呼び集めるか。呼び集めなくてもいるよ。はん、じゃあ捜査を終了して犯人を暴きますか。でもこれ証拠が揃ってなかったらなんか言われてしまうんかな。とりあえず犯人を暴く。自分だけが分かっとっても何かしらこう突きつけれる証拠がなかったら、やっぱほら証拠が全てっていうやん。いつでもかかってこい。行くぜ。犯人を暴け。誰が犯人なのか。手がかりをもとに今度こそ犯人を探し出してやろう。テンションとかあるやん。わざわざ全員呼んで何のつもり？みんな同じ部屋におったけどね。それなりの話なんだよね。ああ、みんなを呼んだのは他でもない。もう一度犯人を考え直してもらいたいんだ。何かと思えばアホだくん。それはもう終わった話じゃないのかい？終わってたのか。君が犯人だと全員が納得の上でね。俺が犯人だと証明してみせよ。でも俺が犯人だという証拠はない。どっちも同じような意味ではある気がするけど、こっちかな。おグッド。なるほど。証拠か。現場にあったならかなり決定的だと言えるんだけど。現場に証拠。そういえば一つだけ俺のものではないものがあったよな。アホだ。犯人につがる、つながるものはなかったか。あったよ、名刺。はい。この名刺はトイレに落ちていたもので、俺のものじゃない。つまり、犯人がトイレで落としたものだと考えられる。なるほど。その名刺の所有者さえ見つけ出せれば。そいつが犯人だとわかるな。やるじゃないか、アホだ。さあ、この名刺は誰のもんだ？出てこいよ、犯人さんよ。煽るね。ふふふ。なんだ？何がおかしいんだよ。ねえ、それってこれのこと？ん？みんな持ってる。持ってる持ってる。ああ、それそれ。で、なんでみんな持ってるんだよ。女子だけ赤木から10枚ずつもらったのよ。捨てるの忘れてたわ。こいつ、売れてなくて名刺を追いつけてるんじゃないのか。確かにそれは僕の名刺さ。でも聞いたかい？フェアレディーたち。名刺の所有者が犯人だって言うなら、アホダ君は女性陣にも容疑をかけてるということになるんじゃないのかい？でも全員集めての話だから、まあ容疑者から外してはないんじゃないの。あ、いやー、女子が犯人だとか言いたいわけじゃ、さすがにまずいんじゃないかな、アホダ。私たちが流し忘れたって？自分が何を言ってるか分かってる？だからこれはその、口が利けるうちに流し忘れてごめんなさいと謝った方がいいんじゃないのかい？誰が謝るか認めるわけないだろ。とは言っても、この名刺はもうゴミも同然。ぷぷ、所詮口先だけの男だったのさ。他にもトイレを使ったやつが分かれば、ここまで一方的な試合にはならなかったろうな。口先、トイレを使ったやつ、そうか。まだ終わってない。今度は何なんだい？証拠がダメでも俺は重要な証言を掴んだんだよ。それが証拠に匹敵するとでも言うの？聞くだけ無駄なのさ。みんなももう解散しようじゃないか。待って、聞くだけ聞こうじゃない。ただし、的外れなこと言ったらお仕置きよ。あ、それでいい。重要な証言はこれだ。はい、カレンダーの件ね。僕はジェントルマンだからね。カレンダーをめくっておいてあげたのさ。トイレにあるカレンダー、これで間違いないよな。僕はとっても親切な男なのさ。それが何だって言うんだい？赤木、そのカレンダーは、いつめくったんだ？はん？さくらの悲鳴を聞いてみんなで駆けつけただろ？あの時ちょちょいとめくったのさ。カレンダー？そんなものあった？ What？ 若葉の反応は当然だ。トイレを少し覗いた程度じゃ。カレンダーは絶対に見えないんだからな。まあ、戸の裏側にあるからね。どういうことか説明してもらえるかい？なんたってカレンダーは扉の後ろにつけてある。中に入ったやつしかカレンダーには気づけないんだよ。うひょ。どんな反応？アホだのくせにやるじゃない。つまり赤木はトイレを使ったということか。そうだ。このトイレ事件の犯人は、赤木、お前だ。認めよう。僕がトイレの中に入ったことをね。やっと認めてくれたか。流さなかったくらい気にするなよ。な。いやでもこんな格好つけとる男にとってはね、恥ずかしすぎるやろ。
でも僕はトイレに入っただけでトイレをしたという証明にはならないんじゃないかい？はあ？トイレに入ったらやること決まってるだろう。ん？僕はジェントルマン、紳士だからね。君の部屋は汚らしい。レディーたちが使うかもしれないトイレをチェックするのは紳士として当然の行いならさ。赤木はあくまで中をチェックしただけだと言いたいのね。確かに筋は通っているよ。通ってるのか？嘘だろみんな。あっさり流されないでくれよ。クソ、どいつもこいつもバカばっかりだ。なんだか君の顔のようにぼんやりとしてる推理だね、アホダ君。これ以上出せるものが何もない。かといってこのまま赤木に負けるなんて絶対にごめんだ。さてレディーたち、アホダ君のつまらない欲求はそこそこに、僕からプレゼントを。え、プレゼント？どこどこ？さくらちょっと離れてくれないかい？赤木のやつ、女子が近づいたのに一歩引いたぞ。どこなの？早くちょうだい。ああ、危ないから、とりあえず落ち着いてくれないかい？赤木。触れない方がいいと思っていたけど、お前何か隠してるだろう。隠してるって何をだい？鏡に映っていたもの。赤木、さくらが後ろに回ったぞ。ファッキン。くそ、しまった。こんな重大な隠し事、どうして僕たちは気づけなかったんだ。簡単なことさ。あいつはずっと、俺たちの、背後にいたんだ。アホだな、全部。常にみんなの背後にいたというの？うるさいよ。僕のこれはトイレ事件と何の関係もないんじゃないのかい？それもそうね。赤木のインパクトで事件をうやめにするつもり？まさか。俺が注目してほしいのは、パンツから出ているもの。赤木のパンツからひらひらたなびいているものだ。まさか。どうやらお前自身も気づいていなかったらしい。気づくでしょう。そのひらひらの正体、それはトイレットペーパー。お前流し忘れただけじゃなく決定的なミスを犯した。赤木の最大のミス、それは髪をパンツに巻き込んだこと。なんてアホな推理だ。恥ずかしいわ。不自然に長く出しっぱなしになっていたトイレットペーパー、これはパンツにトイレットペーパーを巻き込んだことによって起きたんだ。ペーパーは途中で切れて赤木の後ろに残ったということか。赤木、あんただったのね。違う。情けない。違うというのなら見せてもらおうか。パンツの中のひらひらが何なのかを。見せないでくれ。見せなくていいよ。何ちょっと悟り開いたような顔しとん。桜が叫んだ時にはもしやと思ったのさ。キャー、今のはトイレの方からだ。そういえば僕はさっき、頼む、間違いであってくれ。間違いであってほしかったよ。おい、誰だよこれ。僕だよ。その寂しそうな笑顔は何？え、まさか犯人探しの流れかい。こうなれば仕方ない。どうしたんだ赤木。分かったのさ、この事件の犯人がね。気が動転していた僕はとにかく誰かのせいにしなきゃ、そう思ったのさ。犯人探しなんて始めなければ悲しむ奴は誰一人いなかったはずなのにな。もう僕はこのサークルにはいられないね。イケメンホストの僕が流し忘れたなんて、レディーたちは幻滅したんじゃないのかい？バカね。あなたには最初から幻滅しているわ。つまりどういうことなんだい？早くご飯にしようよ。あ、若葉、早くご飯にしようよ。さくらもこう言ってるし、許してあげると言ってるのよ。優しいじゃないかい、レディーたち。でも幻滅されてんだよ。よし、決めた。彼女たちが僕を求め続ける限り、僕はやめないさ。求めてはいない。触れていいのかわからないけど、その服は一体。僕ほどのルックスとなれば、すべてを着飾る必要はないのさ。強がってるけど、服も変えてないあたり、ホスト業もうまくいってないんでしょ。この後俺たちは少しずつお金を出し合って、赤木に服を買ってあげることにした。かわいそう。なんだかんだメンバーが書けなくてよかったよ。な、アホだ。チェ、男が一人減ると思ったのに。ま、俺の目は守れたし、よしとするか。それ
それじゃあトイレの話は水に流して飲み直そうぜ。うまいこと言ったつもりかよ。飲み会は仕切り直され、俺は無事トイレに駆け込んで腹痛とさよならした。その後流し忘れたのは内緒の話だ。流し忘れたんかい。乾杯さ。事件解決。あっという間に分かったよ。評価 S やった。あなたにしては上出来ね。ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。